どうもボビーアトレザーのボビーです、えー、今日は12月の、ねえー、19日、えー、109回目のライブ配信になりますそれではオープニングムービーをどうぞ ボビー・アトレーザーのボビーです、えー。大阪のですね、ボビー・アトレーザーのアトリエから、えー、ライブで配信してます。えー、そうですね、今日は12月19日ですね。えーまあ、土曜日、ねえー、もうあと 11, 11日、12日ぐらいかな。でね、来年ですよ。<laughs> ね、2020年ともね。 まあ,あ,おさ,あのおさよならつくかね、まあ、いろいろな一年でしたけどね忘れられない一、えー、年でなったような気がします。でまあ今日はですね土曜日のゆるい話ということですね。え何、ー、ですか、えー、今日はまあ,あまあフリーな感じで話していますけどね。あのー 毎月ね、ね、えー、十はです、ねえー、なるべくなんですけどもまあ軸の日ということでですね、えーえー、そういう位置づけでですねまあ月に一回ぐらいはあなんかこう入力する日にしたいなと思ってですねまあそれを制定するわけですね自分の中であのボビー・アドレザーの中でねまあまあもし、えー、まあボビー・アドレザーにスタッフとかもね将来的に入ったりする時が来 時代が来るかもしれませんし、ねまあまあもし仮にそうなった時に、えー、思いをですね、えー、ボビー・アトレザーの軸というか、ね、そういうことを話し合うような,あなんかそういう場を場づりっていうかね、うん、あのそういうのにできたらなと思って、まあ、あの考えていますけどね。で、まあ、あのまあ自分なりにはあ、まあ、ボビー・アトレザーの、まあ、ブランドポリシーですよね。 そういうのをもう深いブラッシュアップする時間に当てたりなすればいいなと思ったりもしてます。で、ねえー、まああの例えば三本、まあ、柱作くしてるのはですね本物思考ね一つはね。 3話ですね幸せ思考まあこれを3本柱にですね、えーまあまあ、このボビー・アトレザーという,う,うこのねブランレザーブランドをですね、えー、始める時にですね、えー、まだあなんていうんですかねこういう方あのブログを読んでくれてる方とかあ、まあ、この配信をねあのご覧いただく方あの出会う前にねいつかこういうふうなことができたらなということをイメージ もうイメージジながらですね、えー、こういうふうに自分なりに考えてでまああの書き記してるんですけどねいろんな例えばあ名刺とかあポストカードとかね、まあ、いろんなものに、えー、なんかこう入れてる言葉なんですけどね。でまああのー、まあそういう感じで、えー まあ、自分と対話しながらで,す、ねうん、でまあその,その気持ちをベースに、えー、作品作りにね、えー、取り組んでるんですけどねいつも、うん、まああのー、それもずっと変わらずっていうかまあ深く深くね深掘りするような感覚ですね。うん、多分まああのなんかそういう思いとかはぶらさずにということで、えー、取り組んでます。 うんまああのー、まあそういう感じであとはまあ何ですかねあとあとまあまたね後日お見せできたらなと思うんですけどあのねボビー・アトレーザーと今もこの、ね、あの、まあ、平は平たく言えば川細工ですけどもおやっぱりそのそれを始める上でう自分もらしさというか。 ボビーア・トレーダーらしさは何やろうっていうことをねやっぱ考えながらですねこうなりたいなとかあんな感じになりたいなこういう方のために作ってみたいなとかあるじゃないですかこういう方と出会ってこういう方のなんかこう気持ちがハッピーになるようになるためのお手伝いっていうかねそうそのために自分ができることって何なんやろうなってえ常に思いながらね。 えー、作りましたね、うんあのー、あんまり言葉でそんなしゃべるもそんなに得意でもなかったんでそれよりも何ですか、あのー、なんかこうこうありたいなとかこんなことしたいなとか何かこうル,ルールブックまではいかないですけどそういう時にあのー、何ですかコラージュしてねいろんなもの写真とかあるじゃないですかこうなん,かなんか心に響いたっていうか。 そういういものを、ね、貼り付けて、ねえー、大きな,、ね、なんか紙にボードを作ってです、ねえー、それを、ね、見ながら、うん、こ,うこういうことしたいなああなものを作りたいなとかいうものをねとかあこういう形に、えーえー、届けたいなとかもし。えー BGM はこんな感じがいいかなとかね、まあのまあ、今はここはねあのショールームっていうかあ、まあ、アトリエですけどね、えーまあ、当時はあもしショップを作った場合とかねどういう感じの空間にしたいなとかもともと空間デザインのことをずっと、ね、やってたんでね、まあ、そういうことで、えー、考えたりしてましたねそうう照明器具はこんな感じがいいなとか。うん、あの だからそういうなんかこう夢物語みたいなのかもしれませんけどそういうことをねいろいろこう空想を張り巡らしてねそれを一枚のボードにしてそれ,まあそれは額に貼ってね今もあの壁にかけてるんですけどそれを見ながらですねずっとこんな感じでね来ていますけどね。 そんな感じででで、えーまあ、今日日はすすねね、まあのとというこボビー・アトレザーなりの軸というか、うん、そういうことを考えたりする時間にいつも当ててるよということで、うん、まあ多分あの、まあ、これはねこういう,うー話、まあ、ボビー・アトレザーの話にはなってますけどなんかねこうなんかこうお役に立てるんじゃないかなと思いますね。 うんあのー、例えばなんか、えー、いろんなことを始めたいなと思う方とかねあるじゃないですか、えー、育てていきたいっていうかね思いみたいなの、まあ、そういうふうなにね例えばまあ19日を軸の日としてですね <laughs>、あのー、なんかそういう時間に当ててみたりとかね、まあ、まあ入力っていうかね、うん、それをこう吸収する一日にしてそこからまたちょっとずつねそれが出力していけるような。うん まあそれもねあのよくありますけどねもう完璧にするよりもね7割発信ぐらいでうも,うもうやりながらやりながらでないと見えてこないことってあるじゃないですか頭いくら考えても解決しなかったりすることがあってなんか一歩でもね動き出していった時にそこから見える景色があったりそこから出会う人がいたりとかしてですねそこではと気づくことがあったりするよねそうでしょうねそんな感じで なんかこうそういう時間にね少しでも当てていければなと思います。ねまたねもう明日はねもう20日ですよね。ねまたねあ,ねあとねあと10日11日になりますけどねうんまああの体に気をつけてね安心安全ポジティブな場をこうねで,ですからねボビー・アトレザーのこの配信は。 ねそういう感じで、えー、楽しく過ごしていただければなと思いますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ